こんにちは。テンバーアカデミー、堀飛龍です。今日は最近相談を受けた内容でですね、カード取得率が下がってますという相談を受けたんですけど、初めの頃はですね、何が原因で下がってるのかちょっとわかりませんでした。ところが、スカイプでよくよく聞くとですね、なるほど、多分これが原因だなと。実は2年以上前から、気になってた要素ではあったんですけど、なかなか目に見えた、効果というのが現れなかった。逆に検証する機会がなかった要素がですね、たまたま期せずして、検証するのと同じことをされてた会員さんがいて、なるほど、やっぱりそれはカード取得にはマイナスなんですね、というのが分かってですね、ちょっとやり方を、変えていただくというアドバイスをしました。もしかしたら同じようなケースの会員さんもいらっしゃるかもしれないんで、最近、カート取得率が下がったと、ね、あるいは、カート取得率、上がってくるはずなのになかなか上がってこないという方はですね、お気軽にご相談ください。Amazon 室、成果を上げている方、皆さんね、カート取得率を気にして、カート取得率をね、気にしてというか、取得率を細かくチェックしなくても、要は売れた商品を補充してスムーズに売れていくように、運営していくというのがやっぱりね、稼ぐ一番の近道です。で、きちんとやってるはずなのに、どこかおかしいなと言った時にはですね、お早めにご相談ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。